何か作ってるの？聞いておけ。へへ、聞いて驚け。おいら今、葉っぱ？皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン、時刻は2022年6月30日、木曜日の午後0時19分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。今朝浜辺を散歩していたら、夏んだけ見られる夏の貝殻という珍しい色の貝殻を見つけたんです。あのちょっと青いやつやね。よろしければ皆さんも拾って夏の思い出のものづくりをお楽しみくださいね。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで6月最終日やね。あれできたんかな、ファニーさんの島の。ちょい今回はそれをね見に行こうと思って、あとついでにあの次の建設募金もやっとこうと思って、あのお金をいっぱい入れておいた。本当はこんなに下ろすつもりではなかったんやけど。さてさて、爪切ってきとんかな。一日じゃなかったりとかするかな。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お出かけしたい。ラジオです。ではどちらに行かれますか。パニーの島へ。パニーの島ですね。ラジオです。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか。出発。はい、受けたまわりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジャ、いつでも OK だ。では良いフライトを。グッドラック。このマーク好きなんよね、可愛いよね。ふう、到着した。 OK、 到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際声をかけてください。了解です。あれ、パニーさんおらんねえけど。ってことはやっぱり来たのでは。 ATM あるやん。え、昨日もあったこれ。え、視界に入ってないけど。あった、なんか唐突にあるやん ATM。 あー、おった。え、なんかカトリーヌさん、カトリーヌさん店出したの。出したっていう、なんかシート1枚引いとるだけやけど。どうもやってきたんやね。やあ、エナさん、美術品の掘り出し物を販売してる常吉さんのお店がオープンしたよ。これはこれはアイナさんやないですか。いやー、よう来てくれました。いや、ほんまはね、一つの場所にとどまってるのは気の弱性に合わへんですけど、今回パニエルさんたっての頼みってことでこの島に出店するお話をお聞きさせてもらったんですわ。パニエルさんのお眼鏡にかないそうな美術品もバッチリ用意してますよ。どうです、早速見ていきませんか。あまり持ち合わせがないんだけど、せっかく常吉さんが言うんなら後で見せてもらおうかな。というわけでアイナさんもぜひ常吉さんのお店を泊まれてみるといいよ。それじゃ、この2つ、なんかこれくじ引きみたいなのあることない、何あれ。てかなんかいいね、何あれ、キャンピングカー、なんかすごいレトロな感じ。これなんやろ、解体新書みたいな。これはこれは、どうもエナさん、ようこそいらっしゃいました。さっきもちょっとお話しさせてもらったように、海外彫刻なんかの美術品を販売させてもらってるんです。てか商品2つだけ、なんかめっちゃ少なくなったね。誰もが知ってる有名な美術品をお安く手に入れる大チャンスですよ。なんかさ、この左側の彫刻なんかな、あれなんかさ、左目が白目になっとるよね。本物ってあんなんやった。ちなみにどれもほんまに貴重な品なんで、お買い求めはお一人様1点ずつに限らせてもらってます。それから稲荷くじ中くじ引きもさせてもらってますね。それもここでしか手に入らない素敵な景品ばかり。おー、なんか日常的に手に入るんや。稲荷くじってさ、夏祭りの時だけじゃなかったっけ。運試しに行きますか。じゃあ稲荷くじもやってこう。さあさあどうぞ。古今東西に珍しい品ばかりですよ。じっくり選んで決めてくださいね。どっちかは本物なんよね。こちらのアカデミックの名画は大変な値打ち物でして、お客さんよう分かってはりますわ。気になるお値段はたったの4980ベル。言っときます、言っときましょうか。マリナリー、ではお代金の方頂戴します。
はいはい、確かに。これでもうアカデミックの名が紛れもなくお客さんのもんですよ。作品は後ほどきっちり梱包してご自宅まで送らせてもらいますんで、楽しみに待っててくださいね。毎度おきに。ふぅ、稲荷くじは？え、稲荷くじは？素敵な景品が、景品があったら稲荷くじ。空くじなしで1回たったら500ベル。今日の運試しにやってみましょう。やりましょう。ねえ、なんかさ、常吉の、何キャンピングカーというか、コンテナ？キャンピングカーかな？なんか、あそこのさ、塔にかかっとる札？あれさ、めっちゃ崩したいらっしゃいますじゃない？読めるよね、あれ。確実にいらっしゃいませって書いとるよね。なんでもないような文字に見せかけて。毎度、ほな一枚引いてくださいね。はいはい。どれどれ？11番、景品はバニラソフトクリームですわ。お、この季節にちょうどいい。もっとも走ってこくたりせんように気をつけてくださいね。お客さんついてはりますね。500ベルでもう一回行ってきます。え、永遠にやらされるやつこれ。とりあえずもう一回。毎度、粉一枚引いてくださいね。どれどれ来ました。26番、景品はストロベリードーナツ。なんなん、食べ物ばっかり。え、可愛いけども、この調子でもう一回。いや、いいわいいわ、やらん。ほな、また引きに来てくださいね。とりあえずソフトクリーム持っとこうっと。いや、いいっすね。可愛いっすね。食べる。お、びっくりした。何かと思った。回復したんか。そういえばそんなんあったっけ。どうも。あら、イノさんいらっしゃい。そうだ、あなたイメチェン興味ないかしら。あります、あります。ちょうどしようと思っとったんよ。こう見えて私美容師をしてたのよ。腕がなまらないようにたまにこうしてヘアカットのサービスをやってるの。え、過去形？元美容師？やめたんすか？ちょうど今新しいヘアアレンジのアイデアがあるんだけど、もしよかったら試していかない？え、やめたのに新しいヘアアレンジのアイデア、すげえね。試したい。オッケー。じゃあここの椅子に座ってちょうだい。あ、頭にかぶってるものは外してからね。こう。今までってあれかな、鏡で普通に変更できよったんかな。でも新しいってことは髪型が増えるってこと？それじゃあ始めるわね。え、何勝手にやられるん？選べんのや。あ、かわいい。え、めっちゃかわいいんやけど。え、めっちゃかわいいんやけど。はい、できたわよ。うんうん、とってもいい感じね。どう？このアレンジは気に入ってもらえたかしら。え、めちゃくちゃ気に入った。何勝手にやってくれとんねんって思ったけど、めっちゃかわいい。髪色はね、よかった、気に入ってもらえたようで何よりだわ。このアレンジぜひ覚えて帰ってね。それじゃお疲れ様でした。え、めっちゃ可愛いんだが。え、超可愛いんだが。帽子かぶっても可愛い。夏っぽくていいね。新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見はドレッサーがあれば好きな時にイメチェンできる。あ、やっぱ姿見はドレッサーなんやね。ふんふんふん。めっちゃ可愛い、超可愛い、ありがとう。え、しかもただ？ありがとう。え、超嬉しいんだけど。え、練習代やけんってこと？え、すげえ満足。何度でも言うけど、めちゃくちゃ気に入った。やったね。で次どうしよう。これハッキー見ないよね。次、じゃあリサさんと海藤くんのとこにしとこっか。どこやっけ。あー、でもな、シャンクにしようっと。ここやね。こんにちはでございます。めっちゃ近い。ただいま素敵な靴やバッグの仕入れにお招きするための募金をしております。目標の10万ベルに向けて現在0ベルの寄付が集まっております。いや、うん、今回はここでバスッと。目標まであと10万ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。え、てかさ、これ寄付自分の島の方やったらまだわかるんやけど、島民からみたいな。これは私以外に誰が入れてくれるの？募金。それもともとは誰が入れてくれるもんな。協力します。私しかおらんのやね。はい、じゃあこれで。オッケー。10万ベル募金いただけますか。募金します。おかげさまで目標の10万ベル達成いたしました。
オープンを楽しみにお待ちください、マヒ。イエーイ、やったー、募金が目標の金額になった。え、髪色変えたい。いや、このままでも可愛いんやけどね。もうちょい明るい色にしたいなって思うんやけど。ハリーさんの家にもあったっけ鏡。あ、どうも。リサさんと会長さんの、いや違うんすよ、今日ラストよね。ラストなんやろうけど違うんすよね。鏡あったかな。ないやん。あ、これじゃできる。これじゃできんか。何も使えんかったし、じゃとりあえず家に帰りますか。島の家に帰って、ちょ、髪色変えよう。帰りたい。アイナ島に帰るんですね。はい、お願いします。ガシャ、では参りましょう。めっちゃかわいい。これはなんか新しい髪型が増えるのは、順番があるんかな？ランダム？たまたま一番最初が、可愛い髪型になっただけかな。いや、すごい。めっちゃいい。はい、ちょっと鏡見に行くね、私。待って、また。チッ。私、鏡どこに置いとったっけ？自分の部屋か？あ、あった、あった。鏡、鏡。ん？リビングだけ復活しとったんか？ゴキブリ。待って、ソフトクリーム、あ、違う、私は一体どこに、あー、待って、違う、あのソフトクリームをしまいたいんだ私。あ、これスリッパが邪魔になっとんやね。これソフトクリームどうやってしまうんすか、これか。もうとりあえず直接しまった。木製の姿見でイメチェンしようかな。しましょう。髪色。へへー、かわいいよ。明るい系の色がよろしいんですが。あ、いいね。いやー、でもやっぱりピンクがかわいい。ピンクがめちゃくちゃかわいい。うん、ピンクだね、これは。決定。もういいね。めっちゃいいね。こんな感じ。超満足。あー、いいね、いいね。めちゃくちゃいいね。何度でも言うよ。あとでまた家具は出しとく。何回復活するんだ？どんだけ復活するん、マジで。しばらくの間ずっとあんな感じで復活するんかな。やだわー。めっちゃやだわー。てっちゃん。おっし、やってるか、ジョリ。世間話でも。トレーニング後に腰引きを当ててプロテインを飲むのがお気に入りなんだ。それオレンジジュースじゃないか。この一杯のために生きてる気がするぞ。私は騙されんよ。それはオレンジジュースやぞ。ここ誰の家やっけ、グルミン？グルミンじゃねえや。誰や、アイダホか。どうも。こんなものを作れるなんて、オイラって天才かもな。お前もそう思わないか、な心。何か作ってるの？へへ、聞いて驚け。オイラ今、葉っぱ葉っぱを作ってるところなんだ。それはなんかすごいね。どうした？筋トレしてたらビビッとひらめいてさ、いても立ってもいられなくなって、こうして作ってるとこなんだ。出反応ないけど、もしかして葉っぱの作り方お前知ってるのか、な心。知ってるっぽいな。やるな、アイナ。やっぱりオイラのライバルだけあるぞ。葉っぱがこんなに簡単にできるってんなら、もっとみんなに教えてやりたいよな。ってなわけで、オイラのレシピを渡すから、知らない奴がいたら渡してやってくれないか？葉っぱが作れるってすごくない？その自然界にあるものが作れるって、すごすぎるな。自然めっちゃ増やせるね。あ、でも作れるのが木じゃなくて葉っぱやけん、ちょっと微妙なところかな。木ならね、森が作れたりとかするかもしれんけど。あれ、さっきシャンティおらんかった？
あれ気のせいか、ルーシーか。アリノさんとはもう長いお付き合いになりますね。これからもあなたと一緒にこの島であんなことやこんなことができるといいな。何それ白衣？これ想像中のリアクションです。あ、新しいリアクション。楽しいことを思い浮かべるときに使ってくださいね。よう、想像中のリアクションを教えてもらった。あんなこともこんなこともリアクションももしかしてあれかな、増えたんかな、アップデートで。お、ゲットゲット。住民挨拶キャンペーン。一瞬どこのボタンを押せばいいんだっけとなった。あれ、さっきシャンティが歩き寄った気がしたのに気のせいか。あ、アイナくんだ。おしゃべりしよう。今日は何をして遊ぼうかな。やりたいことがいっぱいあるからなかなか決められなくって。よし、なんか髪型変えたけんさ、髪型に反応していただきたいわ。あ、これお金じゃね。食べ物ばっかり出てくる。なかなかスコップ…あ、出た出た。イエーイ、センベルを掘り出した。まあ、センベル掘り出したけんなんやねんってぐらいの金額を使ってるんですけどもね。この2日間で。待って、ここにもあるんですけど、これで選んだ方が早いかな。久々の化石。どうも。あら、ごきげんよう。素敵ね。話しに来たよ。いいね、大人っぽいワンピース。あなた今日はどんな過ごし方を。いつものルーチンを思いっきり破って何か冒険してみるのもいいわよね。素敵ね。冒険してみたよ。10万も寄付してきたんだ私。いつも通りっちゃいつも通りなんやけどね、それは。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、なんなんやろ、話しかけるたんびにもらえるんかな、新しい髪型。ただっていいね、めっちゃ。飛び盛りって2000ベルぐらい取られおらんかった？